おー、ピカさんが弁当入ってたんですけど、うん、入ってないですけど入ってないし、ゲンさんあなた入ったの全然私見てないけど、ピカさんってあのモーフィングの可能性もあると思ってるので、ちょっと位置を聞きたいです。あー、なるほどなるほど。シャワーピカさんが会った人とか、会った人でもピカクロスさん弁当入ったんでしょ。入ってないってオッケー、なんとかなりましたね。クルーメイトでーす。おい、ワイヤータスク、え、ギリ間に合った。ナイス。皆さんって、うん、動画、これまあ試合を動画化してるじゃないですか、うん、はい、うん、自分はまあはい、よろしくお願いします、今回はほにゃらら頑張っていきましょうみたいな感じやるんですよ。ほう、挨拶、毎試合ね、うんうん、そういうのあります？ない俺はその部分の音声を切っちゃってる。あら、え、ブワーンワーンみたいなところ、ブワーンのとこ雑談してるからミュートにしてる、動画にするときは。これ今回だとかはありますよね。うん、今回だと、はい、シェリフだみたいな感じでやってますよ。あ、もう別に挨拶とかじゃない。あ、そうそう、あ、シェリフだ。お、シェリフ。バウンティー切り替わった。よし。大いいね、その知恵。自然だもんな。つろよもう。つろよもう。そりゃそうだ。予選綺麗になりまーす。ロータスクの失敗か、綺麗になった。はい、じゃあエレキの切り替えタスクでシャワーに行きましょう。ミサボか。あ、これまずいやつでは。大丈夫かな。おい、ピカさんが弁当入ってたんですけど。はい、うん、入ってないですけど。入ってないし、ゲンさんあなた入ったの全然私見てないけど。ピカさんってモーフィングの可能性もあると思ってるので、ちょっと位置を聞きたいです。ああ、なるほどなるほど。シャワー。ピカさんが会った人とか。会った人。いや、てかまず、全員最初に。場所だけでいいんじゃない？うん。藤宮の方が、ちなみに。私はその上に最後にいます。高田、藤宮、伊豆の3人が僕してね、厳しそうな気がしますけど。だから、コミュニケーションのサボタージュを直してくれたのが伊豆さんで、うん、その後僕はキッチンまで行ってる間に高田、藤宮の2人を見てるから。藤宮脇どこ？僕メイン脇です。メインエレキ、請求キッチン、うん、でコミサボだったんでタスク分かんなくて1回テンポ入ってます。あ、なるほど。あ、だったら理由が、うん、全員出ましたか、ね、じゃあ自分メインです。自分もまだメイン真ん中。現の情報出し切ります。私貨物の弁当タスクしてるのかなと思ってピカさんが不自然な移動したのでちょっとじーっと見てたらピカさんがそのまま弁当入ったんですよ、ね、バカちゃん、バカちゃん。私そうだから、そう、黒田としてはとんでもない無謀してるなと。あ、割と自分が結構近い位置にいるんでちゃんと言うんですけれども、どうぞ。ごめん、先に私会ってる人一人だけなんですよ今回。誰？序盤に女戦でガミさんと一緒。間違いないですね。女戦一緒にやってガミは今シャワーです。シャワーのどこですか？あらら。タオルタスクですね。のところか。まあ、ピカガミどっちかかな、はモーフィングも関連だったら、私のウスの可能性もあるか一応。そうねー。そうね、だけど、まあまあそうか。私目線はそうっすよ。最初だってマットメイトで私のこと乗ってきてんのかなと思ったんで。ああ。それ結構、だから確かに強力だよな。うん。でも、原産視点でさ、もうほぼ原産が見れてる視点で弁当に入ったんでしょ？です。基本、ピカさんっていうか、インポスターっていうか、僕がやりそうな気がするけどな、それ。そうなんですよね。うん、私殺せばいいと思うんで、弁当見られたんだったら、普通は。うん。
マット入れないからね。うん。キル起きてないからまだ。ないしね、まあ警戒ぐらいで、うん、まああの鏡警戒でいいかなと。でいいと思います。いいと思います。ジミアも結構動き怪しいんで。なんか弁当開閉見えないんだったらね、なおさら原作が見える位置で入る必要ないからな。単純なミスか、あえてモーフィングして入ったかしかないか。追っかけても来なかったんですよね。ミスなんじゃないの？なわけないやろが。なんてことしてくれるんだよ、私。ダイヤ RB エメラルドダイヤですね。岡田さんと一緒。岡田さんダウンロード。ダイヤ RB エメラルドダイヤ。オッケー。ナイス。伊豆さんってピカクロスとすれ違った？すれ違いました。どこで？シャワー。シャワーからメイン行ったってこと？ピカクロス。ガミピカクロスがセットって言ってる気がします。はい。ああ、じゃあまあ、まあ、人外です、絶対。ピカ。え、なんで？あ、うん。まあまあ。いや、すべて私の行動聞いてもらっていいですか？タスクがないこの人間。あるに決まってんじゃん。覚えゲーですよ。覚えゲー。覚えゲーやってくださいよ。覚えゲーね。あー覚えゲー。覚えゲーか。ダイヤエメラルドルビーダイヤでやってますからね私。一応一応それだ。音量下げなきゃちょっと。メディカルゲーの内容が。音圧が。貨物ラウンジアーカイブシャワーメインって直通で抜けてる感じがする。いやいやいや開幕私給油です。給油やって明日の方高田さん行ったなって見てその後私覚えゲー行って。でラウンジ間のタスクがないからそのまま抜けてってシャワーのワイヤーやってで先に覚えゲーやろうと思って覚えゲー行ってるんですよ。それでボタンあでゲンです。あの私がベント指摘した日って何秒ぐらいでしたっけ？だったらまあ1秒開けてたら数秒待ってるから。あのね溜まってると思うけどね。いやキルクールは溜まってると思います。溜まってると、うん、はい。この扉開けたりとかベントでずっと滞在してる限りは絶対溜まってる、はい。えプテってさ、さっきのターンってメインからシャワーで終わったんだっけ？メインで終わりなんだっけ？そう、あのメイヤーさんと別れた後に弁当ゴミってやってメイン真ん中ぐらいです、はい。えプテってさ、このターンじゃセキュリティのテープタスクやってたよね、今ね。やってましたよ。終わんの早すぎない？いや、終わりました。ほーな。あのメイヤーさんが、来たのは、あの隙間で、うん。アップロードに。あれ？アップロードに行ってないよ。タイミングでさ、いや俺がアップロードに行くタイミングでプテセキュリティのテープ行かなかったっけ？合ってますよ。僕が先に始めました。で、メアさんがその後アップロードいったのかな。そうだよね。いや、鬼早いなと思ったけど、まあ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 。あ、まあ、やりました。本当に。一応、ピカの証言は正の可能性がある。一応じゃないですよ。もう正、正、正でしかない。まあ、それだったら筋通ってるなっていう。もうやめて。それぐらいしかない。だって、あの、もう全スルーだから、それぐらいしかないから。でも、ピカクロスさん、弁当入ったんでしょ？入ってないって。間違えて入っちゃった説はあるな。いやないよ。だったら原産切りそうだけど。そうなんだよね。なんなんよもう本当にさ、さっきからもう勘弁してくれ。味方がおらん、味方が。味方が全然おらん。竹を、だから椅子上がり、下がって、で、ごちゃごちゃごちゃって、なるほどね。ここの切り替えは終わってる。あとは上と上か。あんまりロングランしたくないんだよな、正直なところ。神さんがいる。おい！結局切るんかい。あら、さすがあれ、あれどこだ。いや高田さんはね、アーカイブにいた。はい、とりあえずアーカイブの下の方でレポートは光っていますので、まあシャワーの上の入り口ぐらいかな。うん。
まあ、ピカさん、うん、披露されたんなら原産してガミさんがもう、そうですね、弁当の容器、うん、ピカさんがもう本当にいける人いないですか。いや無理だと思うな、うん、まあ一応ね魚が一応行ってないんですが、僕がねあの昇降機右から左に戻っていて、その時に武雄さんがミーティングルーム登ってるから音は絶対聞いてるはずぐらい。停電直したんだけど、え僕立ち会ったんだけど、うん、藤宮が貨物で触ってます。先に話したいんですけど、多分アーカイブ最後に出たのが僕で高田さんを置いて、僕してね武雄さんが弾けますね。武雄ピカクロスが一緒にアーカイブシャワー方向に降りているのを見ていて、僕は最後シャワーメインの方向に行ってます。藤宮ってどこで勝ち合ったか覚えてる？真ん中と左から2番目と一番右だった気がする。確か3つ勝ち合ってた気がする。まあ3つ勝ち合ったけど左から2、あそうだねそうだ合ってる合ってる、うん、合ってる。左から2番目が多分最後かな、うんうん、私も見てました。藤宮貨物にいるのはじゃあ源さんからも見られてます、うん、はい源さんも停電中見て、僕診察行ったら診察から魚さん来たんで、まあ魚さんも厳しそう。あじゃあ藤宮高田さんのキルにも関わらなさそうです。僕、うんうん、昇降機右で勝ち合って直してアーカイブ通るときに高田さんがそこにいました。で源氏貨物行ったら源、魚ってすれ違ったので、はい高田さんもそこにいたんだったら無理そうだから、藤宮が先行してるよ明夜君の、ま、あの前をね。宮さんの前え、じゃあ高田さんってアーカイブだと思うけど、まあ、確かに伊豆さん高田さんです。そう僕が 最後に出てるんで、僕視点で高田さんがそこの黄色なんやったら武雄さん絶対弾けます、うん、でとあと僕シェリフでピカクロス君追っててメインホール入っていって、うん、エンジンの方に影が見えなかったから、暗室に入ったかエレキに降りたかだと思うんだけど、ちょっとどっちか分かんなかった。これは結構怪しいかもね、うん、セキュリティの方のアップロード入れて、うん、セキュリティのテープタスクやって、エレクトリカル即、ポチだけやってバイタル入ってみたいな感じ。え誰キルさんですか？ガミさん釣りますか？いいっていうね、うん、私の情報新前提にはなりますけど、うん、ガミさん釣りはまだ原産マットにしか僕は押すとこはないんですが、ごめん高田さんキルは誰がやってるって、アーカイブシャワーホームやったら僕です。うんなので、リフト右側と、ラウンジ側から容疑者を絞ってほしい、うん、あそしたらはい、こんにちは。こんにちは。ピカクロスさん、弁当見ました？いや、見てないですね。ああ、見てないのか！殺さなきゃよかった。多分、ヒョンを見逃してるんだと思いますね、そしたら。あもう見られたと思って、まあ、原産にも見られたんですけど残念だったな、はあ、はい、はい、もう一回アーカイブの状況をまとめますね。アーカイブに伊豆ピカタケタカ、いやアーカイブじゃないな、シャワーのタオルかなに、武雄さんピカさん高田さんがいて、うん、覚え木を入力しに行こうとしたら停電が入ったので、覚えゲすんのやめてアーカイブの方に戻りました。でその後にアーカイブの本タスクとかしてる高田さんとか見て停電が直ったので覚えゲしに行こうと思った時に、先にピカさんと武雄さんが下っている、その時点で僕が下っていて、覚えゲをして終了なので、基本的にはシャワーベントも含めて下方面やったら僕がキル位置になる。アーカイブに関してはだとしたら、ラウンジ方面は俺が絶対行ってるのでないので、うんでベントも、藤宮魚の視認情報、藤宮魚源の視認情報を合わせると貨物からのベントもなさそうなんですよ、うんうん、ないですね、うん、だから昇降機右側から行ける人を洗って、それがいないのであればメイヤイズの対抗で大丈夫そうかな。まあガミさんが浮いてて何も喋ってないから、まあ、ガミさんがやってる可能性もあるし、あメイヤイズにいる可能性もある。ガミさんの視認ってあります？ピカさんは、うん、そう武雄さんの情報で結局ピカさんも右寄りっぽいんで、まあ、エレキ方面だったら魚さんは関われますが、トップテハシさんってどこでしたっけ？はい、やっと話出ましたね。僕ずっと左です。キッチン脇で、ダウンロードアップロード終わらせてコクピットぐるぐるから、宿舎前の下ぐらいまで行けてます。誰にも会ってない。じゃあピップテがリフトで右、リフトからのベントで右とかもあるかもしれない。ああ一応でも、今のターンで誰か見てくれてる人いるかもしれないけど、宿舎の扉全閉まりしてたでしょ。ああそうね、ヌーンも左にあったんで僕がいた時と変わんないんで、ヌーンで右に行ったのはないですね。うんまあ誰に待ってないんで、うん、まあ、高田さんをキルした犯人がガミさんじゃないんだったら、うんうん、状況的にガミさんじゃ
ないかなと思ってる。そう、入れる余地がなさそう、聞いてると。基本明暗釣りで終わんなければプテ釣りか、うん、で終わりそうな気はしますけどね。明暗地点で源富士魚の3人がなさそうなんで、うん、魚さんは三日さんの方は関われます。で竹雄さんが知るでしょ、うんうん、タスク進行いけそうですけど、どうします、竹雄さん。まあ僕は伊豆さんちょっと釣りたいですね。やっぱり2人残してきちゃってるからそっちの方に見えちゃう。じゃあ多分明暗さん釣れば終わると個人的には思ってるので、うん、釣ってもらって進行取ってください。はい、終わるでしょ、おじさん。もう俺タゲゲンさんやったのね。待っときゃよかった。伊豆さんごめんなさい。二回見られました。すいません。なるほど。出てきて入ったんですよ。いや、ちょっとそこだけ言い訳したいんですけど、あの僕弁当から出たのに逃げなかったんですよ、このハゲは。で、キック持ってなくて、でももう原産マットにかけるしかないと思って、その目の前で弁当出入りしてたんです。なるほど、なるほど。私の学校で出入りしないでくださいよ。でもそうなんですよね。クールたまってないのによう入りましたね。すいません、たまってなかったんだ。なるほどな。いや、もう満しておけよかった。よし、行きますかね。あ、トイレに行きます。トイレ。あ、はい。いやー、高田さんのタゲで切って、源さんが右行ってたの知ってた、知ってたけど、竹雄さん切り返してきたらどうしようと思って、うろちょろしてたらレポートされました。うん、僕してめっちゃ混乱した。付け狙ってて、人がどっちも死んでたから。いや、バチコリ焦りましたね、もう本当に。キル起きてねえのにどんどん疑われるから。いやでもね、あ、どうぞどうぞ。とりあえずピカのルートを聞いて、あ、それだったら一応成立するなっていう。ああ、考えを。いや、もう応援してましたよ。いけだろうと思っちゃった。いけ高田さん、いけいけいけって最初応援してましたね。いや、本当に応援しましたからね、あれは。うん、なんでそこで引くんだと思って。いや、応援ゲーム級だったら確かになと思って。それぐらいしかないなと、はい。その後ピカクロスさんの目の前でまた弁当から出て、あ、もう殺すしかないっつってピカクロスさんを殺しました。そう、なんかピカさん死んでるからこれガミさん釣られるよと思いながら。ピカさんの前で綺麗とかさったら。お出しました。あんちゃんの。はい。